数ヶ月前にホマから新しいフィルムが登場いたしました。もともとホマ信者である私にとってこれほど嬉しいことはありません。またそのフィルムがとても興味を引くものだったので早速購入しテストしてまいりました。そのフィルムはこれです。ホマオルソ400。どんなフィルムなのでしょうか。お楽しみに。こんにちは、カメラマンのトマロンさんです。本当に久しぶりですね。なんかフィルム、新しいフィルムが出てワクワクしたっていうのは、さっきも冒頭にも言いましたけども、このホマオルソ400、オルソという名前がついてるだけあって、種類で分けるとするとオルソパンクロマチック、オルソパンクロマチックじゃない、オルソクロマチックかな、オルソクロマチックという分類になるんですけども、ちょっとね、特殊なフィルムであることは間違いないです。でもですね、もうすでに外国なんてでは先行販売されていましたので、で早速使用して、いろんなレビュー記事が出てます。でそれを見た限りではすごくなんか面白かったんですね、いろいろな意味で。なのでですね、もうすごく興味が湧きました。今日そうだな、前回のね、動画の最後にも言いましたけども、実を言うと今回はこのフィルムを使って女性のポートレートをしてるんですね。で、ちょっと先回りしちゃうんだけど、海外のレビュー記事なんてを読むと、どうしてもそのオルソなので、ちょっとこれまた後で、詳しく話をしますけども、観光域が少しね、違うんですよね、普通のパンクロマチックフィルムと。なので女性を撮影するにあたっては結構なんか好みが分かれて、判断が分かれて、要注意なんじゃないかとかいう人の方がちょっとやや多かったかなって感じがするんですね。なのでどうかなと思ったんですけども、それも含めてね、ちょっと自分の目で確かめてみたいなと思って、で本当に楽しみで楽しみで仕方ありませんでした。改めまして、今回の動画ではこのホマオルソ400、このフィルムを使って女性ポートレートしてきたそのネガ、それを公開し、私なりにいろいろな角度から検証してみたいと思います。また一般的に出回っているホマパンクラシック、ホマパンアクションですね、ホマパン400ですねとの比較をしてみて、どのような違いがあるのかについてもお話をしてみたいと思います。どうか最後までご覧になってみてください。今回の撮影で使用した機材はいつも使っている機材と同じです。マミヤ645 Pro TL、それと 80mm の F1.9 です。現像処理に関しましては、細かいことは下に書いてありますけども、今回も XT3 で現像処理をしております。これに際してはいろいろと比較したいなというところもあったし、で、XT3 を使うことですごく粒子が細かくなるというデータが私の中でねありますので、今回に関してはこれがいいだろうというふうに踏みました。でもうちょっと詳しく言うと、Y2 フィルターは使っていません。もともとホマパンアクション、400ですね、ホマパン400というフィルムがすごくコントラストがやや高めで黒がすごく締まる、フィルムですので、いらないかなというところもありました。またテストなのでね、どうしてもまずはノーマルの状態で見てみたいなということがありましたので、今回は使用しておりません。そこら辺も含めてですね、いろいろと検証してみたいなというふうに思っております。そこでですね、最初にも申し上げましたけども、このオルソという、ネーミングからですね、もちろんこれオルソクロマチックのフィルムなんですけども、以前にも何でしたっけね、 ADOX の CHS100 の時だったかな
にも、まあ、モノクロフィルムには感光液の違いによって、まあ、数種類に分けられるという話をしたと思います。で、まあ、一般的に出回ってる、まあ、一番その、まあ、メジャーというか一番出回ってるものというものが、まあ、パンクロマチックフィルムです。で、その感光液によって要するに光の波長をどこまで感受するかによって、まあ、分かれてるんですけども、まあ、オルソクロマチック、それと一般的なパンクロマチック、それとそうですね、まあ入れるとするとスーパーパンクロマチックみたいなもの、それとさらにその上に行くと今度は赤外線フィルムということになります。で、どのように分けられてるかというと、まあ光の波長がありますよね。で、まあ、紫外線から赤外線までざっと言っちゃうとね、紫外線から赤外線までがあって、でどこにどれだけの感光域というか反応のレベルがあるかということで決まってくるんですね。で、オルソクロマチックっていうのは基本的にはかなり低いというか、要するにざっくり言っちゃうと赤に反応しないんですね。つまりはですね、赤外線とは逆の、まあ、感光域と言えます。で、まあ、口で言ってもちょっとわからないと思うので、いいグラフというかね、あれがあったので、図があったので、それをちょっと使ってみたいと思います。で、合わせてこのホマのウェブサイトから、この、まあ、データシートがあるんですけども、でこのフィルムが実際どのくらいの感光域があるのかというグラフもありました。それもちょっと合わせて、ちょっとご覧いただきたいと思うんですね。で、このカットです。この図はですね、まあ、ざっくりとまず波長のナノメートルのどのぐらいの領域で何色があるのかということがまず分かる、下の色が書いてある、実際に色が塗ってある図なんですけども、まあ紫外線から始まって、赤外線に至るまでの、まあ、これが今スペクトルというか、まあ、虹色ですよね。まあ、それがあります。まあ、単純に考えて、まあ、大体380からまあ780ぐらい、ざっと言うとね、の間の、まあ、人間が、まあ、視覚が見えるその光の波長ですよね。で、どういう感光域があるかというのがこの図なんですね。で、グラフ、こうやってぐにゃぐにゃとなってるグラフがあると思うんですけども、これがホマのデータシートから抜き出したグラフです。で、合わせたものですということで見ていただくと分かるんですけども、まあそうですね、大体緑から黄色のあたりがピークになってますよね。でこの辺が一番、まあ反応しますよ。まあ、ネガで言うなら黒くなります。まあプリントするんであれば白くなりますということです。でも赤になってくるともう550から600の間でもグッとなくなって、もうそれ以降はもうほぼ反応がないんですね。ということはネガの上で白くなる、つまりプリントすると黒くなるということです。なのでもう黄色から赤にかけて、オレンジ色から赤にかけての領域波長に関してはもうほとんど反応しないんですね。なので、まあ黒くなるということなんですね。まあ、そこら辺を踏まえて見ていただくと面白いなと思うんです。で一般的にオルソクロマチックのフィルムって、まあ、先ほども言いましたけども ADOX の CHS202 だとか、まあ、一番近いところ、まあ、一番なんか身近なところでは富士のアクロスですね。ただあれはですね、まあ、メーカーのウェブサイトを見てデータシートなんて見てみると、まあ、パンクロマチックとオルソクロマチックの中間ぐらい、いやいやもうパンクロマチック寄りだというふうには書いてあるんですね。で、まあ、実際にそんなに赤にも拒否反応というか赤もそれなりに反応するんですね。まあ、なのでさっきちょっと私が何回か言い間違えてるんですけども、まあ、造語なんですけどね、オルソクロマチックとパンクロマチックの間を取ってオルソパンクロマチックっていう人もいるんです。まあ微妙なとこですよね。でさっき言ったように今度はじゃあ赤外線とパンクロマチックと赤外線の間をスーパーパンクロマチックというのと同じで、これはですね業界用語というか、まあある意味の造語だと思うんですね。まあすごく曖昧な表現なんですけども、まあさらにそれを細かく分割した、まあ、表現だと思います。まあそういった意味でもアクロスの100だとかもあるし、でまああとは普通にもオルソって名前が入ってる、まあ、例えばローライのオルソ25だとか、あるいは何だっけ、イルフォードにもあったかな、もあります。ただですね、言えるのはオルソクロマチックのフィルムってのは一般的に ISO 感度が低いんですね。だいたい高くても100です。
で、まあ80、50とか80が標準的と言えます。なのでこのホマのオールソック400というのが、アイソ感度400、かなり高いですよね。まあ、もちろんモノクロフィルムの中においては400というのはまあ標準的な感度なんですけども、オルソクロマチックという分類されるフィルムの中においては多分突出してちょっとアイソ感度が高いんじゃないかなと思います。まあ、なのでその撮影する領域の制約というものがかなり緩和されると思うんですね。まあ、400だったら室内でも十分に撮影ができますから、まあ、そういう意味では本当に表現の幅が広がったんじゃないかなと思うし、その技術というものがなんかすごくすごいなと本当に思いました。なのでさらにそこで興味をかきたてたんですね。まあ、ちょっと話が長くなりましたけども、オールソクロマチックということに関して、まあ、こういったことが基礎知識ということになりますので、まあ、この辺をちょっと踏まえた上で、これから公開する画像もちょっとご覧になってみていただきたいと思います。それでは、早速その画像を公開したいと思います。ちょっと前置きが長くなっちゃって、ここに来るまでが随分長くなりましたね。申し訳ないです。今回645、フィルム1本で645なので、またそんなに枚数は多くはないんですけども、10カットぐらいはあるかな。公開できると思います。まずは通しでご覧になってみてください。こんな感じになりました。どうぞ。いかがでしたでしょう。面白かったと思います。私はすごく面白かったです。表現がなんだろうな、広がったということもあるし、なんかちょっと違和感もありました。でそれは別に悪い意味の違和感じゃなくて、自分がちょっとイメージしていた、想像していたものとかなりちょっと差異があったんですね。ちょっと大きくギャップがあったんですね。大きかったんです、それが。で、さっきも言いましたけども、すでにその使用されている海外の方々のレビューなんてを見ても、ちょっとそこまでのことはあまり記されている人がいなかったので、ちょっとこれはある意味の期待外れでした。まあ、ちょっとそのことについてもこれから詳しく話をしたいと思います。それでは改めて個人的な感想と総評してみたいと思います。まずですね、インプレッションを言う前にちょっと物理的なことから、フィルムベースです。一般的なね、フォマのフィルムってちょっと薄いじゃないですか、比較的他のメーカーなんていうか、ユーフォードだとか、コダックなんていうフィルムと比べてやや薄い方ですよね。でこのフィルムに関して言うと、なんか独特の薄さがあって、で独特の硬さがありました。張りがあるというか、近いところとしてはローライのレトロシリーズと同じなんじゃないかなというふうに思いました。なんか薄くてもパリパリっとしてるような感じがしましたね。なんかとても不思議な感じがしました。それで改めて、今度写真の中身について、話をしたいと思うんですけども、まず第一印象です。とにかくファーストインプレッションとしては、一番驚いたのがコントラストがすごいなと思いました。ホマの400も確かにコントラストが強くて、どちらかというと強い方で、例えばね、 D76 なんてで現像した時のその仕上がり感っていうのがすごく私好みで好きなんですけども、またそれとは違ったちょっと苦労がありました。まあ、これもですね、まあ、ローライのレトロシリーズに近いような、ちょっと私にとっては黒密度が高いんじゃないかなというような印象を受けました。なのでその黒の締まりというものがすごく強烈なインパクトがあって、だからってそのハイライトが飛んでるかって言ったらそんなでもないんですけども、やっぱりその黒からくる印象というものがすごくインパクトがありましたので、ちょっとコントラスト強いんじゃないかなというふうにまず思いました。それとですね、2つ目のインプレッションとしてはですね、粒子ですね。これは
他の方のレビューにも書いてあったんですけども、ホマの400、一般的なねホマパン400と比べると全然細かいなと思いました。ちょっとホマらしくないなというふうな印象すらあります。でこれはもしかしたら XT3 で現像してるからかもしれないんですけども、でも例えば D の76だとか HC の110なんてね、現像してる海外の人たちなんての画像を見る限りではやっぱり同様のことが言えてて、少なくともホマパンアクション400と比べると微粒子なんじゃないかなというふうに思います。まあそれは多分、現実として評価できるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、もちろんそれはね好みの問題がありますから、それがいいとか悪いとかじゃないんですけども、とにかく微粒子だということは間違いないと思います。で、シャープネスについてもやっぱり高いと言えます。でこれも現像液の影響があるかもしれないんですけども、やはりそうですね、ホマの400と比べても多分高いんじゃないかなというふうに思います。でこのシャープネスに関してはさっき言ったアキュータンスの問題があると思うので、一口にその比較して高いとか低いとかっていうのは言える問題じゃないんですけども、やっぱり絵から受ける印象というものに関して言えば、やっぱりシャープネスは高いんじゃないかなというふうに思いました。まあ実際にプリントしてみてどうなのかなというところもありますけども、多分かなりいい、なんというのかな、メリハリのあるプリントができるんじゃないかなというふうには思います。であとはですね、やっぱりコストですね、最終的な問題としては。で今回私は川瀬総店さんから買ってるんですけども、1本1420円だったかな、安くはないですね、やや高い方かなとは思います。なのでそんなに着やすくセレクトできるフィルムじゃないかもしれないんですけども、そうですね、イメージとしてはすごくありますし、昨今のフィルムの高騰から比べて他のフィルムと比較しても、まあやっぱりでもこれぐらいなのかなという感じはします。そうですね、まあそうだな、1500円近くなってくるとちょっと躊躇しちゃうところってありますけども、例えば、まあ、トレイ X だとか、まあ、そんなものから比べればまだ全然安い方だし、で販売店によっては例えばレトロローライのレトロシリーズだとか、そこら辺から比べても若干お買い得感はあるのかなという気はします。まあそこはその個人の捉え方の違いにもよりますから何とも言えないですけど、私はそんなに頻繁に使える値段じゃないなというふうに思っています。それでですね、冒頭にも申し上げましたけども、じゃあ本来あるホマパン400アクションとどれだけの違いがあるのかということについて、2カットだけ、ちょっと比較をしてみたいと思うんですね。でまずはこの写真からです。この写真に関しては、今回の比較に関しては、使っている機材も同じです。現像液はちょっと違っちゃいましたけども、でも同じレベルであると思います、多分難しいなであると思います。そうですね、やっぱりさっき私が言ってるようにその質感ですね、あとは黒の質感ですね。で例えばホマパンアクション、左側の写真ですよね。でこれも黒がとっても締まってて、もちろんシャープネスもそれなりにあって、とっても気持ちがいいネガです。で実際これはプリントもしてます。すごく満足してます、出来には。で、同じカメラ同じレンズで撮影してるんですけども、それと比較して今回撮影したこの画像については、まあちょっと被写界深度のね、浅い深いはありますけども、被写体の黒シャドウ、例えば着てるものに関したり、あるいはその背景に見える黒だとかの質感というものが明らかに違うと思うんです。そうですね、あとは肌の質感ですかね、とか、あとは髪の毛の表現だとか、そういったものがだいぶ違いがあるなというふうにここからも受けて取れると思います。ではちょっと次の写真に行きたいと思います。でこれについても条件は先ほどと同じです。これに関して言うと、今度はそのシャドウの出方について、ちょっと見てみたいなと思いました。なので、どちらもインドアで撮影していて、でなるべくシャドウの多いものをカットを選んでいます。まあ、もちろん縦と横の違いはあるんで、でもそれだけです、違いは実際にこうやって見てもらうと分かるんですけども、今度はそのシャドウの締まりはもちろんなんですけども、
ホマパンアクションの方の被写体の肌の質感と、例えばさっき1枚前に出した、さっき出したホマオルソ400の被写体の肌の質感というものが明らかに違うと思うんですね。で、まあ、もちろんここ一緒に比較して写ってる被写体の、ホマオルソ400の方の被写体の質感についても同じことが言えて、なんて言うんだろうな、やっぱり肌がすごく滑らかに表現されてると思うんです。うん、そうだな、うん、グラデーションがすごく綺麗だなというふうに思います。ただこれはやっぱり好みの問題があって、例えばホモのアクションの方の写真をこれだけパッと見せられたら、やっぱりすごくメリハリが効いてて、でコントラストもそれなりに効いてて、シャープネスも高くて、で黒の締まりもあってっていう、私が好きな条件がほぼ全て揃ってる写真なので、まあこれもプリントしてるんですけども、とってもこれはこれでいい描写だと思うんですね。うん、まあどっちがいいか悪いかというレベルの問題じゃないと思うんですけども、まあそれだけでもやっぱり表現の幅っていうのが広がったんじゃないかなと思うんですね。さて、あなたはいかが思われたでしょう。比較をしてみてね、まあこのサイズだったらちょっと分かりにくかったかもしれないんですけども、でも受ける印象というものは明らかに違ったんじゃないかと思うんですね。まあそれだけでも今回レポートする価値があるとは思うんですけども、そうですね、私の中としてはイメージとしてはあります。このフィルムの質感というもののイメージがあります。ただそれがいつも持ってるかとか、今持ってるかということに関して言えばちょっとそれは答えが難しいです。だけどこのフィルムに関して言うと、このフィルムに関して言うと選択肢としてはもう絶対ありです。まあコストのことは差し置いてですね、ありです。今後もちょっと積極的に使っていきたいなという気持ちにはなりました。そうですね、欲を言うと135があるとよかったですね。 35mm フィルムがあるとよかったですね。出ないだろうなもしかしたら出るかもしれないんですけども、それは期待したいです。期待したいですね。それだけでもなんかちょっと表現の幅広がると思うし、とっても面白いんじゃないかなというふうに思いました。さあ、いかがだったでしょう。そうですね、ちょっとだいぶなんか興奮状態で早口でパッと喋ってしまいましたけども、結論からすればですね、大好きです。本当に大好きです。さっきも言いましたけども、今後もできれば積極的に使っていきたいなというふうに思っています。そうだな、やっぱりプリントしてみたいですね。どんなになるかなということがすごく興味がありました。ただ、本当にそのオルソということで、オルソクロマチックということで、観光域がね、やっぱり極端に狭くなっちゃうので、表現としては気をつけなければならないところっていうのは多々あります。そうですね、例えば女性を撮影するにあたっては、やっぱり赤い服に関しては黒く出ちゃいますし、特にね、例えば口紅だとか、その頬の赤らみだとかっていうものに関しては反応しちゃうと思います。反応がね、薄くなっちゃうと思うので、特に唇の口紅なんては、まあ、黒くなっちゃいますよね、どうしたって。まあ、それが魅力的に映るかどうかは話は別として、であと全体的に黒赤っぽい、人間の肌ってその肌色だけじゃなくて、やっぱり赤みってものが随分あると思うので、やっぱりそれが少し削られてきちゃう、なくなってきちゃうと、黒く表現されてきちゃうと、なんか全体的にくすんだ黒っぽくなっちゃうような、女性の肌であってもになっちゃう傾向がありますから、まあ、そこはちょっと気をつけなきゃいけないかなというふうに思います。あとはまあ季節的なもの、例えばこれからまああともう数ヶ月すると紅葉の季節になりますので、まあ赤い葉っぱに関してはまあ反応しなくなりますからね、あまり綺麗とは思えない描写になるかもしれないですね。そういうところは気をつけなきゃいけないと思います。まあただですね、それをあえて狙って、自分なりの表現をするというのも一つだし、あるいはもうちょっとね、現像液をいろいろ変えてみて撮影してみるのもいいんじゃないかなと思いました。さて、いかがだったでしょう。次回はですね、まあ、ちょっとまたやりたいことがいくつかあってというよりは、まあ、正直なこと言っちゃうと、今回の女性のポートレート撮影においていくつか同時にテストを進行しておりました。でですね、まあ、一応ちょっと私の中では一つの課題であった
以前にもね、ずっと前、まず以前ずっと前ですね、にいい話をしていたと思うんですけども、あのレンジファインダーカメラでヤシカ35というカメラがあったと思うんですけども、あれでね、ポートレートしたことがなかったので、実際してみたらどうなるのかなというのが非常に興味があったポイントで、で、今回の撮影でそのカメラを用いてですね、実際に撮影してきました。で、次回はですね、その画像をですね、公開したいと思っております。それとあとは、前回だったっけ、Aedox の D76 についての見解が、保留状態だったので、で今度は、これと一緒に、ブローニーで、FP4 を使って、同じ被写体彼女を撮影してきました。でそれを、Aedox の D76 で現像したものがあります。でそれについても公開したいと思うんですけども、どっちがちょっと先になるかは分かりません。でもうスキャンもしてるし、全部終わってるんですけども、それについてはちょっとどちらが先になるかはお楽しみということで、お願いいたします。いずれにしましてもですね、私の中において、興味があったこと、やりたかったことについて、一つ一つ着実にこなしておりますので、そこら辺についてはまだまだ探求心というかですね、やりたい興味がつきません。実を言うとですね、またその後に控えていることがいくつかありまして、それについてもまたおいおいと話を進めていきたいと思いますけども、しばらくは多分またフィルムのレビューが何本か続くかと思います。それについてもまたいずれお話をしたいと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしてください。それではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンのトマロオサムでした。